ここどこで行ってるの？何？何？やっちまったね。加藤拓也チャンネル。加藤ハウス。どうしたのこれ？え？どうしたんだい？雪の日にミスった。ミラー交換していい。責任取れってね。人がいるとすぐ怒るから。頑張って直します。今どこカットするんじゃないの。自分のチャンネルを外したので、次はここを外していく。何気に大変そうだね。ん？意外と大変そうだね。家でしてないから。だね。愛車だから大事にしてんだけど。忘れた。おお。今変なマック、すっげえ切ったね。そしたら、どれかが、ウィンカーのやつ。これウィンカーだ。このウィンカーで、こいつ、この2つがウィンカーだ。ちょっと、この状態で写真撮ってる。これ決まってんのかな。おりゃ、取れた。これが新しく届いてる。開けるのが雑って怒られる。そこ。なんでだ。あれ、これ傷ついてるよ。なんか。まあ、一旦これつける。本当だ。一旦これつける。いや、電話した方がいいんじゃない。じゃあ、でもこの状態じゃもうやばいよ。一旦つけて電話する。今度は白だね。念願の白になったから、ドアが壊してよかったんじゃない。最悪だ。つけまーす。明かり灯して反対側もつけていきます。後で向き一旦調整するとして、うん、こうやっぱいろいろ引っかかるから、こちら通したらいいのかな。こういう感じになるから、うん、これが右か。差し込む向きがあるんじゃない。いいよ。OK。それぞれつけました。したら、つけ終わったので、これを中に戻して、ここ、正面で合ってる？見てみて。真ん中がダランってなってるとわかんないね。はい。うん。まだ、これ、じゃあ後で直せる。あ、そっか、それつけちゃったらダメなのか。いや、直せる。動画も見たとき、本締めしてたもん、ここで。左右止めていきます。
あれ、あ、ちげえわ。曲げて入れたんだね。このかけてか。撮ってる？わかる。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら